お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエリババフリーズデッキを作ってみました。というわけで、前にもねこんな感じのデッキを一回作って紹介したことがあって、それのねエリバババージョンというわけでやっていきたいと思います。なんかエリババフリーズしとけばなんか強くねと思ったんですよ。そう、エリババプラスフリーズのデッキがそんななくて、けどフリーズ使えばエリババ対決で延命できるんですよ。そう、フルで僕のエリババを残して相手にね送り届けてあげることができるので、まあ、4コスでね、まあ、エリババを召喚できると言っても過言ではないと、まあ、いうわけでフリーズですね。エリババフリーズの、まあ、レイジはねない方でやっていきたいと思います。でなんかねすごい格上に使われたら発狂しそうなデッキにねなんか見た目なっちゃったんですけど、バルキリーウィザードとかね、なんかレイジじゃない、エリババーウィザードとか、すごいなんかね、こんなん使われたらマジで無理っていうようなデッキになっちゃったんですが、それはね申し訳ないです。格上にすごいいそうですが、うん、 E5 だ。さあ、インドラランバーの5タルババー結構珍しいっすよね。まあなんかバルーン。でも5なんでちょっとわかんないですね、今んとこ。さあ、なんや相手のデッキは。なんか様子見て、とつらせたいっすよね。エリババフリーズでパッキーンで、タワー1本降りたいんですが、ちょっとね、相手メガナイトとか、ああ、神器デッキか。さあ、神器デッキと言われる、まあ陸でね、攻めるデッキだと思います。お、これでやったな。これはいいフリーズでしょう。相手今芝5しましたよ。エリババーって5当てにくいか。さあ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 、しかも今回の相手マルチの上位でもなんか見かけたことある気がします。後でトロフィー見るのが楽しみだ。さあ、まあとりあえず神器ですね。陸でめちゃくちゃ攻めてくるデッキで、まあマジアチャだけ厄介ですね。まあ、陸は僕すごい、意外とあるので、スケヒースピー、バルキリー、そう、エリババーまでって考えたら、別に陸で困ることはないけど、相手のね、魔獣中とかが嫌かなと思うので、まあ、ヤナーメ2周とか、まあ、防衛フリーズとか意識して、ここでね、削っていきます。で、多分ラムプラスのファイボとかで、僕のね、他のユニットを処理しに来んのかなとか思いながら、さあ、ここはね、僕はもう無理に攻める必要はないですね。エリババ出しとけば相手は間違いなくきついっていう。さあ、ハエボ飛んできそう。で、これはもう、これで耐える。オッケーオッケーオッケー。で、ヤナメで、ヤナメと何周や？ヤナメ、ちく、いや、でけえ！でかすぎー。さあ、しかも何なり言うのが、ぴょん！オッケー。さあ、あれ、相手がまあ、芝ファイボをしただけみたいなところあるんですけども、まあまあ、エリババ最強ですね。しかもこのフリーズもね、激アツ。いや、これで、完封からのフルカウンターっすよ。いや、これがね、最強なんじゃないかなと思ってます。ちょっとね、もっと防衛フリーズだったり、最後の最後の神振りをね、これから見せれたらいいかなと思います。さあ、相手ね、やばい。すごいの見ちゃった。びっくりしましたね。なんか全強のうちで当たったよな、とか思いながら、まあでもこういうすごい人でも、ね、ファイブミスったりするんですね。まあ、エリババ、エリババにびっくりしたのかな。さあ、お !2000 名やっていきます。よろしく。モハメド・ライトはね、もう、ここ最近ブイブイ言わせてる、世界でもマジでトップレベル、バカうまい人っすね。麦とかも、あいつはやべえっていうぐらい、マジでうまい、高回転使いです。モハメド・ライト。いやー、怖えー。まあなんかウォールブレイカーのやっぱイメージがありますね。エリババウォールブレイカーとか、まあ迫撃ディガーとか、もうそんな感じだと思うんですけど、待ってきてるのがね、レアですね。さあ、モハメドライトマンスリー予選。クラロワの、最近ね、行われてる、クラロワリーグ、今年のクラロワリーグで、最初の月かな？ KK が3位だった月に、優勝だったかな。だからまあ一番最初の月に最強だった男です。世界一をね、つい先月取った男ですね。でもなんか勝てそうなんだけどな。
なんか、バルキリー・ウィザード、矢の飴ってすごい刺さりそうじゃないですか。高回転使いに。え？待って。待ってくれるなんてことある？偽物なのかな、もしかして。けども、感染10いるしな。名前の圧があるけどな。あれ？え？待ってくるなんてことあります？まあ、待ってくるなら、エリゴレか、まあ、ラバか、まあ、ゴレか、エレジャイか。だと思うんですけど、この人マジでそういったデッキ使わないんですよ。全てを高回転でねじ伏せる男なんですよ。そう、ホグライダー、ウォールブレーカー、リガー削り、もう全てを PS で何もかもねねじ伏せていく最強プレイヤーなんですけど、え？ビビってんのか？それ俺か。ウィザード、まあ、バルキリーからかな、サクなら。そんな、うん、ラバか。いや、珍しい。マジで、ラバとか使わないっすよ。偽物説出てきたっすもん、今僕の中で。マジで。しかも、これ、地味に嫌っすよね。地味に嫌。ちょっと、行ってこい。リババ行ってもらって。ふっ。なんか、なんで？なんで守られた？なんか、ちっこいやつ出したな。絶対ちっこいやつ出したな。だって、え？エリババ？エリババそんな溶けるっていう。これちょっと、耐えようかな。耐えれるかな？いや。うわぁ、一発いてぇ。え、なんかスケドラとかでしたっけ？うわぁ、マジか。さあ、いやでもこれ、僕、エリババ、ウィザード、カウンター、行きたいっすね。ハシマエラバ来たら嫌だな。ああ、ボセッちゃんか。ボセッちゃんは強い。エリババメタや。まあでも、僕のね、この、ウィザッちゃん、おい。さあ、相手もやっぱエリババには一生懸命。やべ、僕のデッキバレた。やべ。俺のデッキバレた。ちょっと待って。ないんすよ、僕。にょっ。さあ、ババ墓石の普通のラブル。にょっ。オッケー。よく耐えた。いや、ババ使え？いや、ラバ受けもうまい。いや、これはゴリ押せないよね。いや、ワンチャン？僕は今一旦行くしかないので。でも、ウィザードでね、守りたいが。ああ。さては、偽物？本物か？よいしょ。よいしょ。ああ、もう一発って。もう一発。やめてくれ！さあ、微妙には入ってる。次の5圏内ではない。が、5ザップで終わりそう。さあ、からの、ちょっと一回壊してもらって。ちょっと、ああああって感じでしたね。いや、なんかまあ、本物ですかね。皆さん。おい。いや、やば。前期17位取ったんだ。とんだ化け物は引きましたね。いやでもラバル使ってるのマジで珍しいと思いますよ。本当に。そう、全然見ないので。うわ、マジか。グラチャレこんなレベル高くてあります？そう、グラチャレ終わっちゃったので、マーチ行くんですけど、やばいっすよね。神引きっすよ。いや、ラバルか。ラバル、そんな勝てないことはないと思うんですけど、ね、ウィザードいて、ヤナアメあって、しかもこう、バルキリーとかエリババとか、ラバとしてはね、きつい陸がね、僕入ってるんで、全然いけると思ってたんですけど、綺麗に守られちゃいましたね。墓石がなんか、結構活躍してたな。なんか、ヤナアメザップ型のね、ラバルとかも、あると思うんですけど、多分あっちだったら、もうウィザードでね、ボコボコにできるんじゃないかなと、思いますが、さっきのは、相手もうまいが、うまいし、きつかった。さあ、今回相手は、てか俺、今やばいな、プレイ。端前で、今、すげえ、チンパンしてましたよね。まあまあまあ、でも全部ね、ウィザード君でね、回収できるので、オッケー。さあ、エリババベビドラ、ダクネ、ゴレちゃんかなって顔してますね。さあ、なので、まあ、ゴレを守るのは、守れるかな？ヒースピ添えてもよかったな。うわ、なんか、タゲがというか、ワンリアクション、長かったっすね、ゆうのくん。
さあ、まあ、バルキリーからのケツゴレ来た瞬間、レッツダッシュ、一回ダクネでね、置いてくるタイプでしたね。削りに行っちゃおう。これ、エリババのコストがないって言えないで。さあ、一本折れる。やばっ。これで折れちまうもんな。で、相手がもし攻めてきても、ウィザードでね、守れるっていう。さあ、ここ一回置いてくる。さあ、一回相手は置いてきたので、僕はね、しっかり守ります。まあ、後衛エリババつけてきて、だと思うんですよ。なので、いい感じにフリーズ決めれたら熱いなーなんて思っちゃってます。さあ、これちょっと延命してあげたいな。エリババ来なかったら、来なかったで普通に溶かします。これもバルキリーフリーズで。しかもなんならウィザードがこの後エリババを攻撃してあげて、いや、フリーズ強え。で、まあ、ライト使ったし、ウィザードもう一周行ってあげて、これちょっと、待って、スケジー、ナイスナイスナイス、来た。これリババからの、絶対このウィザードに行ってくるから、ヒースピで 100% 回復できて、あ、前ターンの、無理ですよね。で、これ、フリーズで、エリババ来ても勝てるっていうね。いやー、旬どけですよ。いやー、いいね。オッケー、ナイス、エリババ。チンパンすぎるな。いや、マジで。ね、攻めでも、防衛でも、大活躍ですね。バルキリーも結構ね、いいんですよね。なんか、エリババとかに、やっぱこう、スケルトン部隊とか、まあなんか、小物ユニット出しやすいじゃないですか。ゴブリンとかね、ゴブリンギャングとか。そういうのも、エリババの前にバルキリーいるだけで突破できちゃう。後ろの方にスケアミで出してきたら、背中側にね、まあそれはヒースピとか、まあ、ウィザードとかでも処理できるし、まあ最近ヤナメもあるので、よし。いや、さっきまでがね、化け物でしたね。マルチよりグラチュラの方がレベル高いってそんなことありますか？これエリババフリーズで終わらんかな？さすがに。ヤナメちゃうか。コウモリぐらい。デリバリー？メガナイトでした。全然当たんねえじゃん。これはね、言うのでね、メガナイト完封できます。ジャンプをね、はい、するタイミングで出すといい感じにはなるんですけど、ふってっ、タイミングがね、ワンテンポ早かったですかね。多分もう 0.2 秒ぐらいね、遅めに出してたら、多分いい感じでした。さあ、メガナイト、なんや、あ、枯渇だ。メガナイト枯渇ですね。ヤリゴブコウモリギャングでしたもんね。うわ、懐かしいデッキですけど、これってエリゴレにあれですよね、いじめられるデッキって聞いたことあるんですけど。エリゴレに絶対勝てなくない？このデッキ相手。鬼渋じゃないですか、これ。さあ、ヒースピード、おー、切っていく。あー、インディー、やっすね、インディー。まあなんか、両サイ振って、なんかいい感じに回収していきたいっすよね、ウィザードで。エリババは、まあ、メガナイトに勝てそうな時は出すけど、みたいな。さあ。ザップきます。まあ、出してもいいけど、みたいな。ちょっと難しいですよね。やっぱセパしたりとか様子見つつ、まあ、ヒースピとかかな、ここは。神のヒースピ。さあ、ウィザード OP。相手ザップだけなんでね。でも、想像以上にウィザード活躍すんな。あ、これ、エリババセパとかで攻めてからでもよかったのかな。これ、ちょっと嫌がらせします。いや、めっちゃいいけど、相手の受けもいい。思って、インドラこっち来た。くんだ、バカ。あ、でもあっち行った。いやー、これ、コウモリがやばい。まあ、ウィザードでね。ウィザードマジで強いんですよね。今回に限っては。ちょっとウィザードを残す矢の雨。うん、残した取ってみたいな。いやー、これは勝ちたいぞ。勝ちたいが、どうやって突破をするかっすよね。ヤリゴブギャング、メガナイトでしょ、リク。来んのかな？さあ、来た。いや、これはカウンターの構え。ここで一旦メガナイトを使わせといてみたいな。使え、フリーズが来た。あ、これ終わります。パッキン。
これをしたかっただけですね、今日は。はい、もうできて満足です。最後フリーズで、いや、もっとね、エリババ対決の延命とかしたかったんですけど、まあまあまあ、チンパンでしたね、すごい。皆さんもぜひね、あんま紹介するようなデッキでもないんですけど、僕なんか遊び感覚で作ったデッキなんですけど、まあ、よければね、はい、使ってみてください。今、グラチャでね、バカレベル高いっぽいので、ぜひね、皆さんも潜ってみてはいかがでしょうか。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。